なんか体ムズムズする。ん、体が熱い。ん、大丈夫？病院行く？救急車呼ぼうか？あいちゃん、あいちゃんの胸が大きくなってる。はあ、ある日突然巨乳になったらどうなる？ねえねえ、今日のお買い物、みんなは何を買う予定なの？私は新しい服が欲しいな。前に着てた服が着れなくなっちゃって。へえ、なんで？みどりちゃん最近胸が大きくなったもんね。え？愛ちゃんどうしたの？いや別に、大きいの羨ましいとかそんなことないし。そうだ、来る途中に美味しそうなジュースが売ってたんだ。買ってきたからみんなで飲もうよ。はい、愛ちゃんの分。うん、ありがとう。みどりちゃんもどうぞ。あれ、あかりちゃん、これって本当にジュース？お？ああ、これマネージャーさんからもらった魔法道具だ。ちょっと早く言ってよ、飲んじゃったでしょ。まあまあ落ち着いて。まったく。ん？なんか体がムズムズする。ん？やばいかも、体が熱い。ん？大丈夫？病院行く？救急車呼ぼうか？あいちゃん、胸が大きくなってる。はあ？プリマジ、ちょっとどういうこと？何飲ませたの、あかり？これは胸が大きくなる魔法のジュースかな。は？実はこれは展開で流行ってる新しい魔法道具なんです。女性の間で大人気商品ですし、魔法少女の皆さんにもぜひ。で、マネージャーさんからもらってたのすっかり忘れてて。なんでそんなものもらってくるの？面白そうでつい。でも愛ちゃん、胸が大きいのも大人っぽくて似合ってるよ。な、こんなんで大人っぽいとかそんなわけないし。でも愛ちゃんちょっと嬉しそう。せっかくだしこのまま買い物に行こうよ。いや、こんな格好で外に出たくない。もともと遊びに行く予定だったのに。こうなったのはあんたのせいでしょ。でも私も行きたいかな。雰囲気が変わった愛ちゃん、新鮮で可愛いもん。みどりまで一緒にお洋服選びたいな。しょうがないな。行こう、ショッピング。やったー、ファッション。わあ、こういう服は似合わないって。そんなことないよ、すっごく可愛い。普段こんなの着ないから違和感。これがギャップってやつだね。ねえねえ、次はこれ着てみようよ。こっちもいいんじゃないかな。もういいって。お願い、私たちが見たいの。いろんなタイプの服を着たアイちゃん。ったく、今日だけだからね。着替えたけど、これ胸がきつくて。あれ、サイズ合わなかった？胸が大きいとちょっと大きいサイズじゃないと合わないんだよね。そうなの？うん、着れる服も限られるからおしゃれも難しくて。胸が大きいのも大変なんだな。この服苦しいし恥ずかしい、早く着替えたい。でもこれはこれで可愛い。くない？ナンパ、やっぱり普段の服の方が落ち着くわ。さっきの服も似合ってたのに。私はこれでいいの。なあなあ、君かわいいな。何食べてんの？美味しそうだね。あ、愛ちゃん、声かけられてるよ。君さ、俺とちょっと遊ばね？お友達も来たければ一緒でいいよ。無理。チッ、つまんねえ女。愛ちゃんモテモテ。あれはそんなんじゃないでしょ。そこの君、今暇？暇じゃない。そんなこと言わずにさ。俺いい店知ってるよ、今から行こうよ。どこ住み？てか LINE やったら。
うるさい。どいつもこいつもせっかく3人で遊んでるのに。まあまあ、みんな愛ちゃんの可愛さを分かってるな。あんな奴らを褒めるんじゃない。今度は邪魔されないところに行こうか。カラオケとかどうかな。そうしよう。さすがに個室なら安心して。ほら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 、走っちゃうぞ。あれって悪魔、なんでこんなところに。まったく、タイミングの悪い。ほら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 、このままじゃ公園が。さっさと倒すよ。うん、カラオケ行かないとだもんね。なんで破けて。もしかして魔法少女のコスチュームは元のサイズのままだから。胸が入りきらなくて破けたってことか。たく、魔法なら服ぐらい伸び縮みしてよ。何やってるの二人とも。攻撃来るよ。ほらほらほら、俺の邪魔をすんな。走りづらい。こんな状態で戦えないって。私たちに任せて。愛ちゃん後ろに下がってお洋服直さないと。ありがとう。ちょっと待ってて。行くよ、あかりちゃん。風よ、炎よ。そうはさせねえぞ。俺の二人でも食らえ。やあ、なにこれ、高速魔法。もう一人後ろにいたら、お前も逃がさねえぞ。おら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 。逃げられた。悪魔がそっちに行ったよ、アイちゃん。大丈夫、走るのは得意だから。一度距離を取って。おら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 。どうした、動きが遅えぞ。くっ、走るたびに胸が揺れて痛い。胸が大きいだけでこんなにも走りづらいなんて。緑が運動苦手な理由分かった気がする。そんなスピードじゃ簡単に足すくえるぜ。ほら、この鎖を食らえ。くっ、アイちゃん転んじゃった。さて、くっ、お願い逃げて。ほら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 、これでおしめ。お前、いい胸してんじゃねえか。何言ってんのこいつ。ちょっと揉ませてくれねえか。本当、ちょっとだけだから。この、どいつもこいつも。このバックを見るんじゃない。このエロ悪魔、全体、恥知らず。都会からやり直せ。胸。私たち変身したけど、あんまりやることなかったね。元通り。アイちゃん、おはよう。うん、おはよう。お、胸、元に戻ったんだね。よかった。急に大きくなると普段と違う生活になっちゃうもんね。まあね。いや、別に残念とか思ってないし、肩は軽いし、走っても痛くないし。まあ、私は動きやすい方がいいや。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あなたも魔法少女になろうよ。